はい、ちょっと、定刻の時間を過ぎたところなんですけど、もうちょっと予約なさってる方がまだ何人も来ていないので、ちょいお預けにさせていただきたいと思います。ごめんなさい。で、今日もし電波が必要だという方はですね、ここさくらワークス、と申しまして、さくらワークスライトっていう名前、右側の RIGHT という電波が飛んでます。後でちょっとそこ出そうと思ってます。パスワードは館内205です。さくらワークスライト、右側のライトという電波を捕まえて、館内205 N2 つですね。館内205、これでつながりますので、つなげてください。一日中から始めたいと思いますので少々お待ちください。あと飲み物が後ろにございますので、ぜひ取っていただければと思います。Thank you.
皆さん、どうもお待たせいたしました。それではですね、第1回ひろちゃん弁当を楽しむ会を開催させていただきます。はい、ありがとうございます。いやいい弁当だと思いますね。まあ、実はですね、先週の末にですね、今日そのゲストで来ている、高井さんがですね、お弁当を持ってきてくれました。いつも崎陽軒さんですね、一般発売にちょっと先立って数日前に、まあ、メディアとかね、関係者の方々に向けてそのお弁当をお届けいただいてリリースを持ってきていただくんですね。で、まあ、僕ら横浜経済新聞とかやってまして、そういうところで記事にさせていただいたりということを、そういう、まあ、お付き合いをさせていただいてるんですが、まあそのね、大抵ね、実はノーアポで来るんですね。いや、そうですよね。いや、全然いいんですよ。なんで僕がいるときといないときがあるんですけど、たまたま僕いたんですよね。それで、まあ、どうぞどうぞちょっとお話しさせてくださいと。で、まあ、いろんな、ね、季節の、お弁当をね、工夫して作ってらっしゃって、僕はいつも本当楽しみにしてるんですけど、今回ひょうちゃん弁当だということで、これはちょっと単にその記事にするだけでは済まないなということでですね、いや、これはなんか楽しむ会をやりたいなっていうふうに話したんですね。